皆さん写真ライフ楽しんでますか？暑いですよね。最近も日差しも強いですし、温度も高くてめちゃくちゃ暑くて、外で撮影するときってもうめちゃくちゃ汗だくになりますよね。でもこういった夏の暑い日って私たちが熱中症にならないように気をつけることも必要なんですけども、こういったカメラやレンズ、こういったものもですね、やっぱり熱から守る必要もありますので、今回はですね、こういった夏の日とかこういった暑い日、日差しをですね、いっぱい受ける日なんかはですね、こういった黒いカメラっていうのはやっぱり熱を吸収しやすい、太陽光を吸収しやすいので、めちゃくちゃ暑くなったりします。それによって熱暴走が起きてしまったり、カメラが突然動かなくなってしまうことがありますので、今回はですね、そういった夏の日差しの中の対処法とですね、もしですね、カメラが動かなくなった時の対処法についてのお話をしていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧いただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、今回ですね、夏の暑い日の熱対策、カメラのですね、熱対策についてのお話をしていきたいと思います。よかったらですね、最後までご覧いただけたらと思います。夏の暑い日差しの中でカメラを使って写真を撮ってると、やっぱり熱とかこの太陽光を吸収してしまうので、暑くなってしまって、もう動かなくなってしまうっていうことがありますので、まあその辺ちょっと気をつけていただけたらすごくいいかなっていうふうに思います。で、まあ、突然動かなくなってしまうんですけども、まあそのままずっと使えなくなるっていうわけではなくて、この熱をですね、冷ますことによって使えたりもしますので、まあちょっと今回はその辺のですね、夏の日差しの中でカメラを使う時の注意点や、まあ、もしカメラが動かなくなった時の対処法についてのお話をしていきたいと思います。で、まあこういったですね、熱ってやっぱりですね、精密機械って弱いので、熱に弱いので、まあ、その辺の対策はめちゃくちゃしていただいた方がいいかと思います。例えば熱暴走によってカメラが動かなくなってしまうことがですね、あるので、そういったものをですね、解消するためにですね、まあ、こういった熱対策をしていただいたりとか、あとはですね、この熱によってイメージセンサーがですね、ちょっとノイズが乗りやすくなってしまって、そういった写真にノイズが乗ってしまうっていうこともですね、ありますので、そういったところも対策としてやっていただけたらいいかと思います。で、他にもやっぱりレンズも同じように熱に弱かったりするので、例えばこのコーティングが剥がれてしまったりとか、もしくはですね、まあ、歪みがですね、発生してしまったりとか、そういったところにもつながってくるので、熱対策はですね、やっておいた方がいいのかなっていうふうに思います。まあ、簡単にですね、その熱対策、カメラやレンズレンズを守るための熱対策ってどういうことができるのかっていうとですね、まあ、簡単にこう日傘を差して撮影するとかですね、まあ、なかなかこう日傘を持ちながら撮影するっていうのは難しいと思うんですけども、まあ、日陰の方で撮影してみるとか、長時間ですね、その日差しが当たるところで撮影しないとか、もしくはですね、日傘みたいなのを何か立てかけられるようにして、そして、まあ、両手フリーで撮影できるようにするとかですね、まあ、いろんな対策方法あるかと思います。もしくはですね、まあ、ちょっとタオルをかけて直射日光が当たらなくなるようにするとかですね、私なんかよくやるんですけども、撮影しながらですね、ちょっと時間が空いて、カメラにですね、熱が当たりそうだった時は、こういった時にですね、こういうふうに服でですね、まあ、太陽光を塞いで、そういった熱をですね、ちょっと逃がしてあげてから再開するっていうところもですね、やったりしてますので、まあ、そういった方法をですね、熱をですね、持ちにくくするように、まあ、休憩もですね、まあ、このカメラもしてあげた方がいいのかなっていうふうに思います。例えば自分の休憩として水を飲んだりとか、ちょっと日陰で休んでみたりっていうのも必要ですし、モデルさんをですね、撮影する時もモデルさんを気遣いながら、水休憩、水分休憩だったりとかですね、影の方でちょっと休んでもらって、熱中症とかですね、ちょっとクラクラしないようにですね、まあ、気をつけて撮影するっていうところがすごく大事かなっていうふうに思っております。で、例えば、まあ、暑いからといって、ちょっとですね、濡れたタオルをカメラにかけるとか、ちょっと冷えた、例えばアイスのなんかをですね、こうカメラに当ててしまうっていうのはですね、NG 行為になってますので、よかったらその辺はですね、避けていただけたらと思います。例えばですね、寒いところから暑いところに行ったりすると、結露ができたりしますよね。例えば冬なんかには窓に結露ができたりしますよね。あれ、外と中の空気の温度差が違うことによって結露ができてしまうんですけども、カメラでもですね、同じようにこう、
結露ができてしまって、そういったところがですね、カメラの故障の原因になってしまったりとかですね、写真に影響を与えてしまったりとかですね、ことがありますので、そういった急激な冷やしっていうのはですね、やめていただいた方がいいのかなっていうふうに思います。なので、ちょっと影に置いてこのカメラを冷ましていくとかですね、自分の服でちょっと日差しを遮ってから冷やしてみるとかですね、そういったところをですねやって、まあ、熱をですね冷ましていただけたらいいのかなというふうに思います。でなるべくですね風通しがいいところがいいとは思うんですけども、まあ、風がですねなかなか吹いてない時もあるかと思うので、そういった時は例えばですねハンディの扇風機なんかもありますので、そういったものを使ってみたりとかですね、なかなかですね外に夏でですね撮影する時ってもうムンムンしてですね暑かったりするので、やっぱりハンディの扇風機なんかを持っておくとすごくいいんじゃないかなっていうふうに思うので、撮影のアイテムにそういったものを一つ持っておくっていうのは一つ大事ですね。で自分のやっぱり熱中症対策っていうのも必要になってますので、首にちょっとひんやりするものを巻いておいたりとかですね、そういった扇風機を持っておいたりとかですね、帽子をかぶってみたりとかですね、いろんなことで対処できるかと思います。はい、なのでそういったことですね、細々したものをですねやっていただいて、自分もカメラも熱対策、そしてモデルさんも熱対策しながらですね、安心安全のですね、写真をですね撮っていっていただけたらすごくいいんじゃないかなというふうには思っております。でちなみにですね、例えばこれ一眼レフなんですけども、ミラーレスとですねどっちが熱を持ちやすいのかっていうお話をすると、やっぱりミラーレスの方が熱が持ちやすくなってるっていうところはありますので、その辺ちょっと気をつけながら使っていただけたらいいかと思います。ミラーレスってこのミラーがない分ですね、中にですね空間がちょっと狭いので熱がですねこもりやすいので、その分一眼レフに比べてちょっと熱が持ちやすいというところになっています。それによってですね熱暴走で止まってしまったりするので、持ちながらですね、ちょっと熱くなってきたなっていう時はちょっと休憩かなっていうところで判断していっていただけたらいいかなっていうふうに思います。でこれですね以前にもお話はしてるんですけども、太陽光の方に向けてファインダーを覗いてですね撮影すると目がですね、やられてしまったりもしますし、中のですねイメージセンサーが焼けてしまうこともですねありますので、そういったところを気をつけながらですね撮影していただけたらすごくいいんじゃないかなというふうに思います。過去にですねこの動画出してますので、目とかですねカメラを守るためにですね、こういったことをですね注意しながら撮影もしていただけたらすごくいいかなというふうに思います。例えばここからですね覗いてファインダーを覗きますよね。ここですね光がこう入ってきて、中でミラーで反射してここから実際の映像を見ております。なので太陽の方を向けた時に、その太陽の光がここからですね集中して光が出てくるので、太陽の方に向けてですねこうやって撮影をするとですね、ここから光が集中して出てきた時にファインダーをですね覗いて撮影すると目が焼けて失明してしまうっていう場合があるので、一眼レフをお使いの方っていうのは太陽に向けてのこのファインダーを覗いての撮影っていうのは気をつけていただいた方がいいですし、なるべく避けていただいた方がいいかと思っております。でミラーレスの方なんですけども、ミラーレスの場合はですねこのミラーがないので、ここから光が入ったものっていうのがですねセンサーにそのまま当たります。なので目ではなくセンサーが焼けてしまうっていう現象になってしまいますので、そういった行為ですね太陽の方に向けて撮影するっていうのはなるべく避けていただいた方が、このセンサー焼けを回避することができますよっていうところになってますので、ぜひですねその辺気をつけていただいたらいいかと思います。でこういった一眼レフでもですね、例えばカメラとかですねレンズが熱を持たないようにですね対策しながらですね、自分もですねそういった熱の対策をしながらですね、撮影していただくっていうのが一番大切なことかなっていうふうに思いますし、それがいい写真をですね撮ることにもつながってくるかなっていうふうに思うので、よかったらこの辺ですね実践してみていただけたらすごくいいのかなっていうふうに思います。はい、というわけでですね今回の動画はここまでになっております。なかなかですね最近も暑くて気温高いですよね。もうめちゃくちゃ30何度とかですね、40度近いですね、気温があったりしますので、その中で撮影するって結構大変だと思いますし、その中で対策しないとですね、やっぱりちょっと倒れちゃったりとかすることもあるかと思うので、その辺はですね、十分気をつけながら撮影にですね、臨んでいただけたらいいのかなっていうふうに思います。はい、皆さんもですね、よかったら水分をですね、しっかり取りながら、暑い中、休みながらですね、木陰とかで休みながらですね撮影に臨んでいただけたらと思っております。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話ししてますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。
I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to see.